阿賀野市の兵庫の水から、抗病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受け、佐渡市の都基の飼育施設では消毒を行うなど警戒を強めています。佐渡市新保地区の都基保護センターや野生復帰ステーションでは、朝から職員が消毒作業に追われていました。阿賀野市の兵庫で今月16日に採取された自らは、昨日 抗病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました県は採取地点から半径10キロ以内の養鶏場に異常がないことを確認し防疫対策の徹底を指導しています佐渡市の時の森公園では時が見られる施設や資料館の一般公開は通常通り行いますがメイン道路以外は立ち入り禁止にして消毒用の小石灰を撒きました

警戒を強めています。